皆さんこんばんは、突然始まりました、オフィシャルライブストリーミングチャンネルの杉蔵チューブ、突然始まりました。突然といっても実は構想は3年ぐらいで、レイラさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。奥浜レイラです。よろしくお願いします。そうですよね、3年ぐらいありましたよ、ね、で実はレイラさんに最初にこういう仕事をしてすごくなんていうのハモったのがもう5年前なんですよ。あれそうですよね、アビルの時が、アビルの時か4年前だった、一番最初だったような。その前のジエンド・オブ・ザ・ドリームの時はレイラさんやってなかったか。じゃないんです。じゃあ4年越し。そうですね。で3年ぐらい前からこういうチャンネルをやろうやろうって話になっていて、うん、でまあ時間があっという間に経ってしまって、はい、急遽、まあ、急遽じゃないんですよ、実は長い構想の上でここで始まったんですけど、うん、まあいろいろレイラさん忙しいんですけどぜひお願いしたいと思って私は忙しくないです。もう杉蔵さんに忙しいなんて言われるもんじゃないですよ。私僕は忙しいですよ。忙しいですよ、もう杉蔵さんに比べたら暇です。そんなことはないと思うんですけど。暇です。もうでなんていうのかな、まあ、いろんなチャンネルが世の中にはあります、うん、ありますね。で僕の身近なアーティストの人たちたくさんやってます。でその中で僕はどちらかというとそのバラエティ的なやり方とか、うん、テレビ的なやり方とか意外とシャイで苦手でね、はい、実はずっとねお声はかけていただいていたんですけど、うん、ちょっと自分にはと思っていたんだけど、うん、やっぱりねこの後に及んで自分の、うん、大切な意識とかさ、うん、自分の概念とか、はい、そういう重要な部分も当然だけど自分の趣味とか好きなものとか、はい、音楽も映画カルチャー、映画もカルチャー、はい、食べ物も、うん、なんかそういうたわいもないことも発信していきたいなと今思って、はい、ライブに来てくるねファンの方々がびっくりするぐらい今ねいろんな年齢層の人がいて、わかります、うん、はい、実感しましたでしょ。いつも見てもらって思うと思うんですけど、うん、はい、僕ら例えば20年間ずっとついて、ね、一緒に僕らの音楽を共有してくれてる往年の筋金入りの方ももちろん多い、とてもありがたい。同時に20代10代の新しい世代、それこそ僕の娘世代という人たちが少なくなくて、なんか自分の今大切だと思う意識をね次の世代にすごく共有したくなってきたの。うん、それは見てる方も絶対にもっと深く知りたいなって杉蔵さんに対して思ってたところだと思うので、これは私たち、まあ、スタッフもそうですし、うん、念願だったんですよね。3年構想ありますけど、そうですね、はい、ずっとそういうお話ありましたもんね。うん、なかなか忙しくてね、これだけたくさんプロジェクトがあるとね、その音楽を作る以外の、うん、時間を取ることが難しかったんですけど、今年もそうでずっとツアーやってますし、そうですね、まだ来週のツアー中だし、まだ来週も29日、そうですね、今週ですね、ありますし、でこういう仕事も今年はそうですありますし、オフィシャルドリンクが、はい、ペプシに。なので、まあ、そんな中でも、まあ、今これからまあ自分の発信をしていかなきゃとね、ちょっと気持ちの手綱を締めてですね、はい、レイラさんにちょっとラブコールをした。いやいやいや、もうとんでもないです、はい、そして今放送しているこの場所なんですけれども、はい、杉蔵さんのプライベートスタジオ、アートテロスタジオと言います。はい、アートテラスタジオからなんと放送中でございます、うん、初めてお邪魔しましたですね。考えてみたらね、はい、ここが僕のアジトでね、もうずっとここで音が生まれてます。まさにここから発信されてるわけですもんね。そうです。ちょっとそう考えるともうさっきからキョロキョロしちゃって、うん、あ、機材まだこの部屋はメインの部屋でね、いつもここで、はい、作曲やレコーディングしてるんですけど、うん、別の部屋には機材の倉庫があったり、一番向こうには書斎があって、あ、そうなんですか。書斎兼衣装置き場みたいなところがあって、わ、完全にここがまあ、杉蔵の活動のホームベースとなってるんですけど、ね、まあ、所ジョージさんの世田谷ベースみたいなもんですね、まあ、その100分の1ぐらいの規模なんですけど、はい、いやいや、でもここはもう杉蔵さんの頭脳であり血であり
もうありとあらゆるものが詰まった場所から今日この第1回目、ね、杉戸チューブ放送していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ね、機材ももう皆さん気になっていると思いますけれども後ほど楽しみなことありますからね、いろいろありますので、はい、楽しみにしててください、はい、まずあの今日のまあメニューといいますか、はい、やっぱり最初ですのでしっかりそこはご紹介しておこうかなと思うんですけれども、今ご覧いただいているのが第1部でございます、はい、YouTube ライブでの放送となります。ここでは近年の杉蔵さんのソロワークについて、そして来週リリースとなりますリミックスアルバムスイッチトーン音についてお伺いしていきます、はいはいはい、そして番組の中盤では作品に参加されています畑健さん、アトルスさん、松田さん、それからリミックスアルバムの制作に携わっています真鍋幸太郎さんにも番組にご登場いただきたいと思います。素晴らしい、はいはい、さらにルナ氏についてのお話もございます。先日、はい、松戸で終えたばかりの全国ツアーの話、はい、そして、はい、29日には日本武道館のライブがあります。もう明後日じゃないですかそれ。明後日ですか。だって今日27日ですよ。ああそうだ、明後日だよ。こういうのができる場合じゃないんだよ。いやそして来月はルナティックフェスもありますからね。ねえ、はい、こんなことやってる場合じゃないですよって言いながらやりますけどね焦ってきちゃいます、はい、聞きたいお話がいっぱいあると思いますのでぜひ一部この YouTube ライブでご覧ください。そして第2部なんですが杉蔵さんのニコニコチャンネルでアフタートークを行っていきます、はい、ユーザーの皆さんからここではコメントやご質問も受けまして答えていただきますのでぜひご覧いただきたいと思いますが、一応これ21時30分頃からを予定しております。はい、ここはニコニコチャンネルです。第2部はニコニコチャンネルです。はい、予定は未定ですという形でてんこ盛りです。はい、てんこ盛りで行っていきますけれども、はい、はい、ねえ、でも結構杉蔵チューブ略して杉つべ、杉つべですか。あー、 YouTube 腰つべとかで訳されたりしますよね。杉つべってかっこ悪いね、でもねもうすでにスタッフの間では杉つべ杉つべってなってるんですけど、言いやすいんですかね。そもそもね、その杉蔵って名前がかっこ悪い。そうですか。かっこ悪いでしょ、こんな名前誰もね、あの欲してつけないですよ。いや、でも考えたことなかったですね、杉蔵さんの名前がかっこいいか否かなんて考えたことな、ね、まあ、そこで始まってしまったので今更変わることもできず、うん、もうそれで30年ぐらい過ぎてしまってるので、はい、もう諦めてるんですけど、杉つべってどうなんだろうね。もうあえて杉蔵チューブでいきます。あの杉蔵チャンネルとか、うん、杉蔵 TV とかいろいろスタッフ間で出たんですけど、うん、どれもなんか普通だねってなって、で YouTube、まあ、基本的にメインは YouTube になるので、 YouTube のチューブってブラウン管とかモニターとかそういう意味なんですよね、うん、はい、水蔵チューブかってなって、うんうん、僕的にはこれわけわかんないんじゃないって言ったら、いやいやいいですよってみんな盛り上がって、確かにスタッフがもう満場一致でした。強引に、うん、それに押された感じです、うんうん、他はあったんですか、杉蔵さんの中でこういうのはどうかなっていうのは。昔ね、あの僕が中学校の時はね、あるテレビ局で東京ロック TV ってなったの、はい、それすごく好きだったんです、はい、でそれを文字って杉蔵ロック TV とかさ、あの考えたんだけど、うん、つまんないですって言われてそんな言い方したんですか、まあ、そこまで強く言わないけど引っかからないって言われましたね、やっぱり。まあ、しょうがない、杉蔵って名前自体がかっこよくないからどうしてもかっこよくならないんですよ。だからそこはもう否定しますけど、うん、諦めてそんなことはないと思いますけど ね、杉蔵チューブでもう行かせていただきたいと思います、はい、ますね、通称杉つべですね。はい、杉つべで、はい、今日からよろしくお願いします、はい、もうあれですよね、杉蔵さんファンの方から今日もたくさんコメントいただいてますが、はい、やっぱりこういうことをお話ししてほしいとか、はい、こういうことを聞きたいなっていうのはファンの方からの要望も答えていきたいですよね。そうですね、あの、うん、みんなからたくさん意見をもらって、うん、一緒に作っていきたいと思ってるんですが、もうすでに僕の中ですごくアイデアがあって、みんなの意見が採用されるのは5年後ぐらいになると思いますということは結構長く続けてくださる、ね、嘘です、ぜひコメントください。アイデア全くありませんそれも嘘です。いやいや、ぜひ送ってください、うん、はい、もうすでに、すでに来月の、あの、もう予定もてんこ盛りなので、はい、あの、まあ、今年はかなり、うん、ここを使って表現していくことになると思いますよ。うん、うん、まただから新たな
発信元に、新たなことの発信元になるわけですよ ね、きっと今後自分の意思もそうだし、言葉もそうですけど、うん、ここで今日もちょっと音出そうと思ってるんですけど、うん、やっぱり音楽を作っていきたいし、うん、あの自分のライブの配信もしていきたいし、あとリハの配信とかね、見せてやっていきたい、いいんですか、うん、見せら、そういうこと見られるんですか、ここでしか見れないことを、ね、そうですね、うん、楽しみが詰まっております。杉蔵チューブですけれども、はい、さあ、ここではですね、杉蔵さんの近年のソロワークについてお話を伺っていきたいなと思っております。はい、どこを見ればいいんだろう、こっち、カメラがいろいろありますね、こっち、これ私、こっち見てるとね、なんか後頭部しか映ってない気がするんですよ。そうするとこっち、広い絵はどれで撮ってるんでしたっけ、これで今どれが映ってるの、今はこっちが映ってます、これ映ってる、あ、上です、上が映ってる、上が映ってる、はい、それはどこに見えてるの、これがそうです、あ、これが、あ、今のがそうです、基本これですね、そうですね、これこっち見ればいいんですね、そうですね、あ、分かりました、はい、はい、よかった、はい、まずはですね、2016年11月にリリースされましたオリジナルアルバム音です。もう2年、まあ1年半ぐらいですか、2016年なので、うん、1年半ぐらい前ですかね、1年半ぐらい前になりますね、うん、はい、ソロのオリジナルアルバムとしては2011年12月にリリースされた2枚のアルバム、フラワーオブライフ、そしてツリーオブライフ以来5年ぶりの作品となったわけですが、はいはい、5年、そして音をリリースする、そうね、なんかその後忙しかったんだよね、うん、結構ずっと仕事してるんですけどね、はい、何やってたんでしょうね、2011年、あれだ、ルナシーのねアルバムがあったりしたんですよ。ありましたよね。ちょうどだからアービールが挟まってるので、はい、確か覚えてるのが2011年の、フラワーオブライフと作ってる頃にルナシーのザワンの構想が浮かび上がって、うん、その対局を作ることになって、その辺が自分の中ですごくつながってるの、うん、でフラワーオブライフもう自分の中ではそのピンクフロイド的なあのサイケデリックなあのトランスや腰痛打ちサイドだったわけ、うんうんうん、でそのままザワンに流れた時に今度はピンクフロイドのロック版的な、あ、その広大な世界をルナシで表現したかったみたいな、うんうん、そんな時期が2011年から2012年にかけて、うん、で2012年すぐにあのその直後から次のシングルをルナシー作り始めて、2013年にはアービルがあったので、はい、でそのまま、25周年結成25周年ツアーとかあったから、意外とフラワーオブライフ、ツリーオブライフ以降というのはあのルナシーの活動がメインにあったんですね、うん、動いてたということですね。でそれが一段落して自分のソロ作品に取り掛かろうとした時に、あのまあ、いろんな自分の中でのネガティブや怒りや、うん、その闇のモードがすごく強く出ていて、はい、それを、うん、なんていうのかな、作品化しないと潰れてしまいそうだった、うんうん、それが2015年とか、うんうん、4、5年、うん、はい、あの音を出された当初こうご自身の中で怒りが詰まっていて、うん、すごくこう汚いみたいな発言をされていたんですけど、うん、今少し時間が経ってみて音をこう振り返ってみていかがですか、うん、本当に自分にとってはあれはね、言い方悪いんですけど、お物のようなものだったんですね。うん、自分のネガティブを吐き出した、なので綺麗なメロディーとかみんなで楽しく踊ろうとか、そういういつもの自分の持ってる感覚はあのアルバムではほとんど排除されていて、うん、もう冷静ではいられない、叫ぶしかないみたいな、うん、ただそれをその作品を持ってツアーに出た時に意外とすごいライブ映えして、うん、ライブではすごい気持ちよかったんです。今となってはその自分のあの石像のライブにおいて音の中の楽曲っていうのはすごい重要で、うん、不思議なもんでね。そうですよね、うん、フレーズでも結構お使いになってたりしますもんね。そうですね、そうですよね。なので自分のそのなんていうのかな、意図したところとは別の成長の仕方をしているというか、うん、それはそれでとても、うんうん、嬉しいですよ。杉蔵さんお仏っておっしゃいますけど、私音すごい好きで、ありがとうございます。あの、ちょっと正しいかわからないですけど聞くと高揚するんですよ
高揚高揚するんですよ。気持ちがこう高ぶるんですよ。はい、いいんですよ、はい、高揚って今葉っぱを想像しましたね、うん、気持ちが高揚する、そう、はい、ちょっとこう上がるんですよね、はい、簡単に言ってしまうと、まあ、そういった捉え方をされてる方も多いと思いますし、やっぱりそれをライブで見たその時のこうインスピレーションも大きいと思うんですけど、うん、すごい上がる確かに、うん、でも自分はねなかなか自分の作ったもの聞かないので、うん、もう1年ぐらい聞いてないかもしれないですね。あ、そうですか、うん、今ねちょっと流れておりますけれども、ね、はい、もうあのチェックとか仕事とかで聞きますけどね。あ、その後聞く機会はじゃあそういった時にはあったんですね。ありました、ありました。基本的にでも自分は聞かないね、自分の作ったものは。そうなんですね、はい。で音はまさにここで作ったんですけど、はい、その頃すごく重要だったのが、あの全ての極力全ての音や機材をアナログに立ち返ることだったんですね。それまではやはり、まあ、近年の誰もがそうなんですけど、誰もが音楽家そうなんですけど、僕も例に及ばず、いわゆるあのバーチャルな音源、プラグインや、はい、あのソフトシンセやそういうものを中心、そういう素材を中心に音楽を作っていたんだけど、そこのなんか音の説得力とか、うん、密度や可能性に限界を感じてきてて、一度原点に立ち返らなきゃなと思ったわけ、はい、自分たちが子供の時、もしくはそのもっと以前の電子音楽の発祥の時代、やっぱり当時を本物の音が鳴って本物の機材が、うんうん、本物の、フィジカルな、うんうん、物理的なプロセスから音が生まれていたので、はい、そこに立ち返らなきゃいけないと思って、基本的に一切もソフトシンセやプラグインを使うのをやめて、うん、アナログにこだわってたのが音から、で自分がずっと持っていたあの古いシンセや新しく買い足したりしたものや、でその当時はとてもモジュラーシンセにハマっていたので、はい、そのモジュラーシンセを使い始めたのがその2016年ですね、うん、あ、じゃあもっと前かな、2014、5年からアナログやモジュラーにハマっていて、それが作品に初めてあのなんていうのかな、具体的に使われ始めたのが音なんですよね。音だったんですね。で一回その本物の音のなんていうのかな、説得力とか、うん、密度の濃さ、うんうん、音が持つオーラを知ってしまうと、もう立ち返れなくなっちゃって、それ以降の自分の作品、それはソロでももちろんルナシーでも、ほとんど全ての音を、うんうん、バーチャルの音源じゃなくてアナログを使うようになってしまって、まあ時間と手間暇はかかるんですけど、うん、やっぱりそこから生まれた本物の音にやっぱり勝るものはないなって今思ってるので、じゃあすごく音はターニングポイントになった。そういう意味でも自分の音楽制作のすごく重要なターニングポイントになりました、うん、そこはやっぱり怒りっていう人間のすごく根源的なものがあったからこそ、こういう音じゃないといけないみたいな、アナログに立ち返るようなのって、そこもつながってリンクしてたんですかね。いや全然してないですね、あんまり関係ないそれはそれ、これはこれ、これはこれ、だから自分の精神的な精神性といわゆる具体的なその作業工程ってのはまた別で、はい、まあ、どっかでもしかしたらつながってるのかもしれないんだけど、うんうん、あまり考えずに、もう近年は本当に自分のなんかインスピレーションに従って動いてるだけなので、まあ、自然とこうなった、うん、なるほど。で、まあ、それを一つの軸として後ほど登場してもらう、今僕が一番信頼している仲間たちとも出会ったりとか、はい、そうですよね、しているので、はい、例えばこのアルバムではまずアトロさんと一緒にさん、あの音を作り始めたこともすごく大きかった、うん、マッチョ君はもうそれ以前、それから遡ること5年ぐらい前からずっと音を作っていたパートナーで、そこにまた新しいパートナーが加わって、どんどん仲間があのなんていうのかな、いい意味で大きくなって、うんうん、なんか拡張してる感じでね、はい、うん、アトルスさんとの出会いは確か以前音の時も伺ったかなと思うんですけれども、僕の娘が紹介してくれたんです。すごいですね、パパこの人すごく好きだと思うよって聞かされて、うん、聞かせてもらったのがアトルスさんのマカロンという、まあ、とても有名な作品で、はい、まあ、アトルスさんのある意味ターニングポイントになった楽曲で、それが2011年ぐらいかな、うんうん、その頃から完全に新しい世代が出てきたなと思って、うん、あのすごい感動してたんですけど、
まさかそういう人と一緒に音を作ろうとは当時思わなかったですけどね。あ、その時はあんまり面白いなと思っていた、うん、ただ圧倒されていました、はい、でアドルさんの作品がすごく好きで、うん、でやっぱり彼からもそのとってももちろんアバンガルドでとても変態な人なんですけど、はい、変態って人間が変態なんじゃなくて音がね、はいはい、やっぱり僕はあの音の変態なので、うん、変態同士、そうやっぱ変態同士ってとても合うんですよね。居心地がいいというか、いきなり初対面でクラゲの話で盛り上がったりとか、あそういうところなのでそうね、そ、もうその段階からすごくうまくいくなっていう感があって、うん、でイーラやラームミュージックや、はい、ルクスエテルナやそういう重要曲をアトロスさんにお願いした次第ですね。そうですね、うん、あのたくさんのさまざまなコラボレーションあの杉戸さん行っていると思うんですけど、そういった方々とクリエイターの方とコラボレーションする意義といいますか、うん、理由って一番のところは何ですか。あの化学反応ですね、うん、ケミストリー、うん、音楽にはケミストリーがすごく大事、はい、もちろんあの一人の中から生まれてくる完全なパーソナルの世界もそれはそれで素敵、うん、でそれはそれでいつもやってきていることだし、また別の意味で完全に一人の、うん、個の世界からだと生まれ得ないようなあのなんていうの、劇的な変化がコラボレーションって起きるので、それはこうやって自分がソロとしてものを作る場合もそうですし、もっと言うとバンドそのものがそのね化学変化のなんていうのかな、縮図なので。そうですね、うん、モルナシーはまさにそうで、いつも化学変反応をしてるような、うんものですもんね。やっぱり人となんか影響し合って生まれる音楽っていうのはやっぱり正しいと思う。なぜかというと音楽って人がいないと生まれないものだからね。うん、もし音楽を聴かせる対象がいなかったら、果たして我々音楽を作ってるのかな。うん、もし宇宙に自分一人しかいなかったら、はい、それでも音楽を作ってるのか。うん、多分僕は作りそうですけどね、自分が聴くためにね。そうですね、それぐらい音楽、うん、ご自身がもう好きだと思うんですけど、うん、なんだけどそういう意味で言うと音による化学反応っていうのはすごく実は音楽を生む、もしくは音楽を届けるにおいてはとても重要なプロセスだと。そうですね、うん、あの大きなライブ会場だったり、まあ、ライブハウスでも思うことなんですけど、お客さん対音を出しているバンドもうそこで化学反応が生まれて、お客さんが入っている時と入ってない時とで音が全然違ったりしますよね。絶対違うよ。お客さんいないのにあんなパフォーマンスしてたら、それはそれこそ変態だよね。そうですね。もう音の回り方も違うし、そこであ私たちはお客さんとしているだけでこうちょっとこう生まれるものがあるのかもしれない。 そこから触発されてるから我々は、うん、なので対人がいるから音楽ってあるので、はい、うん、それはお仏だって言いながらもね、うん、やっぱり人に聞いてもらうことどっかでは無意識のうちに絶対に、うんうん、想定はしてる、意識してお作りになってる、うん、ね、でも本当ライブを見ていてもそうですよね。いろんなジャンルの方と杉蔵さんってライブしますもんね。そうだね、ダンサーの方が入ったりとか、うんうんうん、ダンスもとても重要でね、うん、その音とあの踊りっていうのはすごく重要な関係があると思うの。それとそもそも音楽の原点じゃないですか、はい、おそらく1万年前からあると思うんですよ、うん、音楽と同時に踊りはあると思う、うん、だから相性はとってもいいんですよね。で特に自分の音楽の場合はあの基本インストルメンタルで、どちらかというと、ね、宇宙や聖なるものにつながるような理由で作ってるものが多いから、そこにダンスっていうのはすごく相性がいいんですよね。なので極力毎回あのライブでそのパフォーマーと、うん、一緒に表現したいといつも思うんですよね。だからこそ新しい音楽体験、ライブ体験を私たちもさせていただいているなという感じがするんですけれども、はいはい、そしてあの配信シングルではデビットボーイのライフォーマーズ、はいはい、しかばしました。こちらもね素晴らしかったです。ちょうどボーイが亡くなった年だったんですよね、うん、でまず自分の中ではまず防衛局を何かしらカバーさせてもらえないと次に進めなかったというか、うん、まあ、自分にとってのなんかヒーリングでしたね、あれは。うん、結果的にあすごくライフオンマーズが新しい
聞こえ方をしたというか、すごく鎮魂歌じゃないですけど、そういった風にも、うん、まあ、時期もあったのかもしれないですけど、うん、聞こえたんですよね。とっても自分の中では、うん、ボーイの魂を鎮魂したいっていう、すごくおこがましいんですけど、うん、そのデビッド・ボーイに関してのもう自分を生んでくれたような人ですからね、うん、アーティスト杉蔵を作ってくれたような人なんで、そのなんていうのかな、感謝ですよね、うん、本当に心からの感謝を込めて、うん、恩返ししたかったというか、うんうん、すっごい音色が透き通ってますよね、これを聞くと今改めて思いましたけど。懐かしいね、もう何年も聞いてない。すごい綺麗、涙出ちゃう、これ聞くと。これは、うん、でも本当にこれは ただただ感謝と愛でできています。うん、素晴らしい、はい。さあ、それではここでアルバム音に収録されています楽曲のミュージックビデオをご用意しましたので見ていただきたいと思います。はい、ルクスエテルナです、どうぞ。これはね、はい、まあ、これこそ自分の中での怒りとかネガティブが爆発した曲でね、なんというか、うん、まあ、今の世の中で起きている、うん、ネガティブが一気に自分の中に溢れ出したような曲で、不思議となぜかわからないけど、そのネガティブな気持ちとその冷戦がすごく自分の中で結びついて、全然国は関係ないですし、僕は例えばロシアの文化も大好きなんですけど、でもなぜか冷戦下におけるその共産圏のもがきや苦しみや、うん、でそれ以前のファシズムや、そういったどちらかといえば人為的なネガティブがすごく自分の中にはなぜか大きな影を落としていて、それが曲になったんです。もともとこれはね、実はディラン・グレイの京ちゃんのスケキヨというバンドがデビューした時に彼らのある楽曲を僕はリミックスをしたの。そのリミックスした曲がベースになっている。で、彼らのリミックスをした時に生まれたリズム等を彼らの音を抜いて今度自分流に進化させた、要はスケキヨの楽曲の兄弟曲なんですよね。そこに自分のなぜかまた合体したのがレゲティという現代曲、僕大好きな作曲家のその名もルクセテルンっていう楽曲があって、はい、そこをオマージュしたこともあって、それでこのタイトル、うん、そう、さまざまな楽曲のオマージュと自分の中のその社会に対するネガティブな部分に対する叫びが一緒になっている、うん、特に人為的なもの、もちろんその中には原発や核兵器もある、そして圧政もある、プロパガンダもある、うん、
ファシズムもある、そういう風の自分の中での縮図がこういうとってもダークな実験音楽になって、同時にこれこの映像を見てもらえば実は分かると思うんですけど、はい、この時にすごく影響を受けた映画がメトロポリス、はい、うん、まさにメトロポリス的なんですよね。圧政や貧困や、うんうん、まさにこの絵なんかメトロポリスのオマージュだったりします、思い出しますね、うん、メトロポリスも確か今年で90年、違う去年で90年か、去年だったかな、うん、ドイツのやっぱり、はい、うん、ドイツの当時のアートや美学が好きでね、うんうん、そういう自分の20世紀的な自分のいろんな、うん、要素がなんか一つになってもらった楽曲ですね。まさにこの映像がそのイメージですよね。そうですね、もう そこになんか自分を見せたいって気持ちはもうあんま全くないんですよね。自分の中から生まれてくるそのインスピレーションを見てもらいたいっていうのがあって、はい、いわば、まあ、杉蔵さんの脳の中を見てくださいっていう感じですよね。これはそうかもしれないですね。これは僕の脳のシナプスとかでね、あの繋がってるイメージはそうなんですかね。そう考えると実はこの杉つべもそうで、はい、いけない、自分から自然に杉つべって言っちゃった、言いやすいんですよ。杉蔵チューブもそうです。あのどちらかというと自分、そう、杉蔵を見てほしいというよりは僕の脳を見てほしい感じ、うん、私たちは脳の杉蔵さんシワ一つ一つをこう細かくいつも紹介できるようにお願いします。脳を細かくお話しいただけるように、はい、はい、というわけでルックスエテルナご覧いただきました。はい、はい、まあ多分今杉つべを見てくれてる人はもう僕の映像はみんな知ってると思うので、うん、次に行きましょう。そうしましょうか、はい、はい、さあそして続いては2017年12月にリリースされましたワンネス M についてです。はい、去年2017年はソロデビューから20周年というアニバーサリーイヤーでしたね。はい、はい、で今回このワンネス M はボーカリストをフィーチャリングしたアルバムとなりましたが、はい、はい、もうこれは確かあのワンネス M リリースの時にも番組やらせていただいて、お祭りのような感じっていう風にこのアルバムをおっしゃってましたけれども、うん、まあ、前々からその自分の仲間の素晴らしいシンガーのみんなをフィーチャーした作品を作りたいなと思っていて、はい、なんだかんだそのタイミングを狙っていた感じ、待っていた感じ、唐突にそれをやっても自分的になんだかなっていうのがあったし、普段自分がその軸としている、またかけるの、さっきもかけたよこれとは、うん、あの自分の軸としている音楽とはちょっと方向性も違うので、自分の中ではついつまが必要だったかな。それでやっぱりアニバーサリーイヤーに、そう、このタイミングだと、そういうタイミングでしか自分では考えにくかった。いやでも本当に杉蔵さんとこう共鳴し合う方々、もう古くから一緒にやってきた戦友のような方々、うん、プラス、うん、近年その共鳴している方々という、杉蔵さんでしか実現しえないメンバーが集まりましたよね。なかなか杉蔵のファミリー釣りみたいにすごいですよ、なったかもしれないですね。たまたまなんですけどね、このアルバムは見たことないと思いました。たまたまなんか自分の好きなシンガーのみんなに声をかけたらこうなったんですよね、うんうん、ただただ本当にこれは感謝です。その仲間に対して参加してくれたシンガーをはじめ、やっぱりここでもいろんなミュージシャンとセッションしてきて、そのつながり、人間関係で、そこから生まれる化学反応、はい、あらゆるものにもう自分はただただ感謝をして、うん、その流れに自然に身を任せてるだけなんですよね。うん、うん、先ほどその化学反応っていうことをおっしゃってましたけど、これはものすごいそれぞれ化学反応、ご自身も刺激を受けたんじゃないですか。うん、受けましたね。そうですよね、やっぱりみんなこう来るかって来るからね。うん、でそれぞれシンガーのみんながやっぱり他にもどういう人が参加するかは大体知っているので、はい、やっぱりすごい気合を入れてくれたし、そうみんなのさらに一歩先へ行こうという意識が新しい地平を生むというか、うんうん、音楽ってそういうものなんだよね。
これだけ長くやってるといつもの自分の作り方や自分のやり方である程度のものって作れてしまうわけですよ。で、ともするとその状態のもので受け手のみんなは満足してしまうかもしれない、うん、なんだけどこれは幸か不幸かこの作り手の差がというか本能でね常に自分の今までよりもさらにその先に行きたいと思ってしまう、うん、なので何度やっても何年やってもものを作ることにはエネルギーを異常に使うし気が狂いそうになる時もあるし時間もかかるしでもそれをずっと続けてると気がついたら自分のなんていうのかな座標がここにあるというか、うんうん、気がついたら10年前が遥か下の方に見える、うん、自分でも想像してなかった場所にいるような、うん、自分でも想像してなかったですね、うん、今ここにこうやっているってことが、うん、で、はい、その20周年でまさかこういう本当にすごいシンガーの皆さんが一緒に祝福の、うん、作品作りをしてくれると思ってみなかったので、うん、それぞれのボーカリストの方々の反応も面白かったですね。としろさんでしたっけ、こんな、こんなできないみたいなことをおっしゃったのってとしろさんでしたっけ、これ俺どうすりゃいいのみたいな素晴らしかった。でも電話してきて、うん、どうすりゃいいのこれ。でも僕はね、としろ君がいいよ参加するよ参加してくれるよっていう答えを聞いてから彼に向けて書いた曲だったのでもうとしろさんじゃなきゃいけなかったわけですね。そうなんです。自分の中にはすごく明確な理由があっていつも言ってるように、はい、ガルシアって曲なんですけどタイトルは彼が命名してくれたんですが、うん、僕の中でやっぱりこのアルバムの中では最も音に近い電子音楽の黎明期を彷彿させるようなその本当に真になんていうのかなアナーキズムというか、うん、反逆心に満ちた音楽作品なんですよ、はい、まさにとしろさんじゃないとですね、はい、電子音楽のもともとの、うん、存在理由生まれた理由というのはやっぱり既存の古い音楽の体制やあり方に対してのアンチテーゼだったわけですよ。そもそも音楽に電気を使うことすらそうですし、あとは自動演奏させるってこともそうね、はい、でその自動演奏のもともとは実はミュージックコンクリートといってまだ電子楽器が電子機器が生まれる前はアナログのテープを作曲家たちはちょん切って、うん、もう本当に複雑ないろいろつなぎ方をして実況音楽を作っていたわけで、そのアナログテープでもう何ヶ月もかかって一曲を作るようなあり方をより効率的にしたくて当時のいわゆる電子技師や、うん、リベラルの音楽家たちが電子楽器はやシンセサイザーを開発した。うん、でそこで元々のシンセサイザーの存在理由はミュージックコンクリートのいわゆるスピーディー版なので、はい、ちょっとメモってもいいですか、うん、もうだから元々、はい、シーケンサーって機能はシンセサイザーと同時に生まれてるわけ、うん、はい、すみません話がぶわーって飛んだんですけど、いやいやいや、そういう大事な要素です。要は音楽やそのアートを生むことにおいてのリベラルなあり方、うんうん、過去に対するそのね古い概念やまあ権威に対するアンチテーゼ、うんうん、それが現代音楽電子音楽のまあ根本的な存在理由だったので当時は、うん、そこに僕はすごく影響を受けてきたわけ、はい、でそれはご承知のようにまんまパンクとハマるわけ。そうですね、うん、もう本当に電子音楽はパンクなんですよ、うん、はい、で僕は子供の頃からやっぱりパンクゴスハードコアにすげえ影響を受けてきた、うん、でルナシーが大きくなってそういう見られ方はされてないんですけど、もともとはパンクゴスハードコアだったわけで、うん、誰もやってないことをやろうと思ってるなしはああいうふうに進化してきたわけであって、それが一般的になってしまったのでそう見られないんですけど、もともとルナシーの存在理由もそこだったわけです、うん、で同じようにその反逆心をブラフマンにとても僕は感じる、はい、今日本でそういう意味で一番かっこいいと思われてたがブラフマンだと僕は何年も思っていたので、ぜひ敏郎君に
そういう意味でこの音楽を一緒にやってほしかった。ちょっと解説が一曲に対して長くなりましたけど。いえいえ、ね、ルナフェスにもブラフマンは出演されますもんね、うん、まさに今日本で一番かっこいいと僕は思うバンドですが、はい、まあ、そういった意味でも今回のルナフェスのラインナップっていうのは、まあ、音だけではなくてそういった精神面でつながっていたり、うん、そうですね、共鳴し合ってる方々が出られますもんね。やっぱり音楽そこが大事だと思うんですね。表面的なジャンル、うん、カテゴリーじゃないんですよ、うん、あの大切なところっていうのは、うん、やっぱりその根底でつながっている分精神性や意識やあのやっぱりアティティードなので、まあ世の中は表面的なね音の質感や音楽性 ね、うん、その見え方でそのくくりたがりますけど、うん、はい、まあ、それはもちろんカタログっていう意味では目安としてはとても分かりやすくて重要かもしれませんけど、うん、あくまでもそれは目安でしかないってことをみんなが、ね、うん、分かってくれると我々はちょっとやりやすいなと思うんですけどね、まあ、いろんな方向に動きやすくもなりますしね、うん、あ、ルナシーなんかビジュアル系のバンドでしょルナシーって言って言われることが一番ムカつきますから、ね、うん、ビジュアル系って言葉嫌いですよ僕、何なのそれって、うん、音楽を全然表してないもん。そうですね、だってビジュアル系の中でメタル的な音楽のバンドもいればパンク的な音楽のバンドもいれば、うんうん、ゴールデンボーマンみたいにいわゆるそのね、いわゆる喜劇のような、うんうん、あれはあれで一つのねスタイルなので、うん、それを全部くくられることが俺は非常に腹立たしい。表層なのにすごい浸透してしまったという。よくないのが次につながってくる世代ね、次を軽生まれてくる世代はそれを見てそうなりたいと思ってやるでしょ、うん、いやビジュアル系やりたいんだ、うん、ビジュアル系はこういう髪型でこういうメイクで、うん、じゃそこに音楽が入ってこないわけ。あ、僕らが始めた頃はビジュアル系になりたいっていう気持ちは一切なかったですからね。そうですよね、うん、ビジュアル系って言葉自体がそこまでなかった、なかった。そうですよね、なんか誰もやってないことをやりたかった、うんうん、ただそういうことだったので、うんうんうん、逆に今新しく出てくるそういう誰もやってないことをやりたいっていう意識があるバンドは僕おそらくかっこいいと思うんでしょうね、うん、でビジュアル系をやりたいと思うバンドを見た時に一切何も感じないと思う、悪いけど、うんうん、さあ、ワネセムなんですが、うん、話が長くなりましたね。いえいえいえ、あの次郎さんのツアーの東京公演では、はい、リュウチさんとトシさん、はい、清春さんもゲスト参加されて、はい、もうこれもかなり私は記憶に残っております。あれはすごかったです。大変でしたね。大変でしたか。うん、まあでもとても貴重な一日になったと思いますし、うん、ちょうどそれが先月この前、はい、あの放映されましたね、はい、であのまた映像作品がすごく良かったのでそれを早いうちにあの映像作品として発売したいなと思っています。わ、痛いです。まだちょっといろいろ権利関係で着地してなくて難しいんでそういうところが、はい、でもあの日のライブ映像はちゃんと作品化して皆さんも届けないとあの罪だと思っています。はい、うん、楽しみにしてます。多分素晴らしいものが生まれると思います、はい、さあそしてここからは来週5月29日にレギュラーエディションがリリースになります。リミックスアルバム、はい、スイッチと音についてのお話を伺っていきたいと思います、はい、スイッチと音はね実は3月末に、はい、あのスペシャルエディションは発売になってるんですけど、はい、まだ一般発売してなかったので、はい、やっとあのみんなの元に届けられるようになって、はい、感無量でございます。はい、あの、はい、杉蔵さんはいつもこうアルバムをリリースされるとリミックスアルバムを出されますが、はい、改めてリミックスアルバムって杉蔵さんの中でどういったものなんですか。もう日常すぎて、うん、あんまり言葉での説明が難しいんですけど、もともとリミックスを作りたいと思った20年前はあの元々 YMO のリミックスがすごく好きだったり、ビョークがあのシングルをリリースするために1曲のシングルに対して5、6曲リミックスがついてくるような、うん、そういう時代だったんですけど、そのまずスタンスがすごく好きだった、うん、だから1曲をいろんな解釈をしていろんなクリエイターがあの破壊し再構築するっていう、うん、なんかそれがとってもなんていうのかな、クリエイティビティに感じて魅力的でね。一つの音楽というのはこうまあ、もちろん決まったものがあって CD になっていたり今では配信になっていたりしますけど、それが浸透することで知られるというのはありますけど、それを壊して再構築するっていうことに対しては
クリエイティビティをやっぱり感じますね。感じますよね。でそこでまたね、うん、先ほども言ってるように新しい化学反応がね、うん、生まれるんですよ、うん、でその化学反応っていうのはすごく有効で、うん、例えば僕がよくやるのはリミックスを自分の音楽をしてもらいます。でそれをまんま今度ライブで演奏したりするの。そうするとそこにまた新しいアレンジが乗っかってきたり、新しいまた化学反応が起きて、うん、1曲がどん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 進化していくんですね。あなんかそれがすごく僕にとっては魅力的で、そこからまた新しい音楽の着想が生まれたり、うんうんうん、または例えば今回の畑健さん、マートロスさんもそういうところでまた新しいそのミュージシャンシップが生まれたりする。うん、次の発想の泉になるってことですかね。そうなんです。だからどんどん次につながっていく。だから破壊こそねやっぱり次なる誕生なんですよね、うん、それが多分音楽だけでそれできるの、はい、うん、一度描いた絵をさ、うんうん、それをぐちゃぐちゃにして新しいものって、あ、かっこいいかもしれないけどね。それはそれでこうたまに上から塗ってっていうのもありますけどね、うん、彫刻をできたものをバラバラに作り、あ、それもあるかもしれないね。音楽だけでしかありえないかと思ったけど面白いかも、いろいろやってみた。いやでもどうだろう、またちょっと考え方が違うのかもしれないですよね、うん、その絵とか芸術においては、まあ、多分芸術において音楽だけじゃない、うん、いわゆるあの物質じゃないものって、うん、そんなことない？パフォーマンスも難しいですね。人っていう、うん、そうですね、そうですね、物体、人を見るでしょ、うん、人を見ますね。目に見えない音っていうものでは確かに、うん、確かに文学、うん、難しいね。難しいですね。まあ、ただ音楽、そのリミックスって概念は意外とやっぱ音楽、あ、でも映像のリミックスもあるか。ああ、ありますね。うん。じゃあ難しい話だからこれ脇に置いといて。置いといて。要は僕が言いたいことは、うん、物生まれたものを破壊し再構築をすることが好きで、破壊することによって新しいまた創造の泉に。うんうん、なっていく、はい、その感覚が好きでリミックスをずっとやっていて、うん、結構リミックス作品を出してますね。今回で何作目、うん、4作目とか5作目ぐらいですね、うん、今回もまたリミキサー陣がものすごいメンツですけれども、はい、はい、そうなんです。ちょっとここでゲストの皆さんをもう先にお招きして呼んでしまいますか。はい、どうでしょうか、スタッフの皆さん、いいですか。皆さんお待たせしました。はい、お待たせいたしました。ここからはアルバムに参加されているリミキサーの皆様にご登場いただきまして、一緒にお話を伺っていきたいと思います。一回俺アウトしましょうか。そうですね、場所がいろいろ変わるんでしたっけ、これ。そうですよね、レイナさん変わらなくていい。私は変わらなくて大丈夫ですか、すいません。ではお願いします。フォーデラ君そっちからいる。で俺の横は畑健さん。おいおいおい、大丈夫です、すいません、そのまま失礼します。ありがとうございます。そうなんです、立ちたいんですけど、立ってお迎えしたいんですけど立つと邪魔になるというこのジレンマですね。ごめんなさい、本当に座ったままで申し訳ない、すいません、よろしくお願いします。すいません、あの居心地のいい位置に。マートロさん、暑くない？暑くないです、大丈夫です。よろしくお願いします。でもいい感じのこの怪しい空間で、みんなさんペプシーもらってますか。あ、もらってないです。あ、ペプシーしてください。ペプシーを、ペプシそうなんですよね。それこそさっきのリミックスの話でいうと、うん、絵なんかだとこのコウスケ君のコラージュ、それこそコラージュもそうなるわけですか。そりゃそうだ、それはそうだ、そうか、コラージュ、うん、なるわけですね。ちょっとここ大丈夫、ペプシーが届いたら皆さんをしっかりご紹介させていただきます、うん、はい。そうですね、うん、なるほど、ちゃんとあの準備がちゃんとできてないね。なかなかね、うん、はい、回します。あ、失礼します。はい、前失礼します、前失礼します、ごめんなさい。はい、皆さん大丈夫そうですね。はい、では改めまして皆様ご紹介させていただきます。はい、お願いします。畑健さんからいきましょうか。はい、真ん中が畑健さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そしてお隣の方がきっとカメラ的にはいいですかね。はい、真鍋光太郎さんです。光太郎くんです。よろしくお願いします。そしてこちら私の目の前にいらっしゃるアトルスさんです。アトルスさんです。お願いします。お隣が松田さんです。あ、松
ま、マッチョくんでカズさん、お願いいたします。多分マッチョくんはいつももうずっと一緒にあのライブをやってくれてるから、はい、ファンの皆さんはご存知の方もご存知のはず、うん、以前でもアトルさんもあの音の時に番組にご出演いただいて、ありがとうございます、はいはい、それ2年1年半前ですもんね。あ、そうですね。で今回はアトノさんはイーラという曲をリミックスしてくれて、うん、ザ・ラスト・イーラという曲になっております、はい、マッチョ君は、プロエキスマン・ケンターリという曲を、はい、リミックスしてくれて、単純ですがプロエキスマン・ケンターリ B という曲になっています、うん、で畑さんは、ザ・ボヤージュ・ホームという曲をリミックスしてくれて、はい、ザ・エタニティ・ボヤージュという曲になりました、はい、でコウタラ君はあの特に海外勢のリミキサーの、コーディネートや、マスタリングのコーディネートって実はこの作品を生むにあたってとっても重要なキーパーソンの役を、うん、実はその前のこのベシカパイシスというアルバムもクッションで成長するのどうかと思ってちょうどいいところにというアルバムもコウタラ君が同じようにあの全面的にあの参加してくれて生まれているので、はい、まあ杉蔵活動のキーパーソンですね、はいはい。小太郎さんはでも普段はそういったコーディネート以外にもまあお写真を撮ったり、フォトグラファーしてたり、はい、DJ してたり、そうですね、最近ちょっと事故後あんまカメラ持てない時期にあのインタビュアーとか文字書く方もやり始めてて、ね、今回のアルバムに至っても結構いろんなところの媒体のインタビュアーとして結構参加してたり、もともと小太郎君知り合ったのはジノリアクターつながり で、はい、で近年はジノリアクターの日本の、まあ、エージェントというか代表をやっていたりとかして、そういうつながりですね。あと今回のジャケも僕ですね。あ、ありがとうございます。あのジャケの話から今回のジャケの写真を撮られた。大体近年コウタラ君僕の写真いつも撮ってくるんですけど、あと機材の写真もいつも撮ってもらっていて、はい、今回のジャケットのアートワークは全てコウタラ君の機材写真。考えてみたら音もコウタラ君の写真がふんだんに使われていますね。あ、今出ましたね、うん、これが今回のセチトンの、うん、はい、しかもこの機材って基本は畑さんの機材だよね。あ、これ畑さんのなんですか。畑さんのシステムの部分がちょっとあります、はい、畑さんの機材本当にかっこいいですもんね。素晴らしい見てて、ね、本当に芸術的。そう考えるとコウタラ君はこのアルバムに関してはあのコーディネートからマスタリングから、うん、あのリミキサーのオファーから、うん、アートワークから、そうですね、でインタビュアーからをこなしてるっていう。レコーディング中の写真とかも入って撮ってくる。だから結構本当ずっと一番客観的に、ね、一番そばで見ていた感じです、ね、もう一人の杉蔵さんといっても僕の脳内を一番見てる人、脳内を一番よくご存知の。音のレコーディングの写真もコウタラ君がすごい撮ってくれてて、近年のライブもそうですね。あ、ライブもそうなんですね、うん、なのででももう10年コウタラ君の写真すごい撮ってるの で、ね、コウタラ君の写真集作るって話があるんですけど、はい、ずっと飛んだしてます。それこそこの間杉田さん の渋谷でやってるのを見てきて、うんうん、あ、これこんだけ撮ってたらできるよねってちょっと自分の中でも少し構想が見えてきた。コウタラ君は杉田さんの10倍撮ってくれてます、ね、数としては。そういう展覧会があってもいいかもしれないですね。いつか見られるかもしれない。これが僕の新しい足なんですけど。そうですよね。それがあの憧れの杉田さんの作品でね、うん、でもこれがなんか杉蔵チューブのなんか象徴的な絵になってしまいましたね。気がついてなりましたね。これは杉蔵チューブ専用じゃなくて僕の新しいアーティスト写真なので、その辺をまはい繰り返しております、はい、これはでも関西さん のデビッドボーイの着ていたこの T シャツも着て、だからすごくデビッドボーイ、杉田さんも含めてそうなのオマージュというか、オマージュだったんですね、はい、そうですよね。しかも実は関西さんはこの前のこれね、ペプシの CM の衣装は完璧に関西さん、関西さん、うん、だからいろんなところでつながってるなと思って。そうですね、うん、さあ今回リミキサーの皆さんにもお越しいただいて、それぞれお話を伺っていこうと思うんですけれども、はい、まずこれ映像をご覧いただかない、分かりました、ごめんなさい、いただかない、はい、さあじゃあまず大丈夫ですか、行きましょうか。すいません、ちょっと場所が大丈夫ですか、場所があれなんですけど、すいません、こういう感じで悟りです、はい、さあ悟りです、はい、じゃあアトルスさんのリミックスされた、はい、
ザ・ラストイラ、はい、ラストイラ、はい、イラ行きましょう。これどういうやり取りで、リミックスの時ってそもそも杉蔵さんって何かこうお伝えになるんですか、うん、もう楽曲を渡すだけです、基本は。まあ、注文する時もあるんですけど、もうアトレさんの場合はもう音楽性がとても好きなので好きにやってくださいっていう、ありがたい。僕はね、うん、この曲かラーメンミュースかどっちがいいですかって、アトレさんこれがいいってなってね。あ、そういった提案はされるんですね、はい、曲の提案はされるんですね、こっちかこっちはどうですか、そうそう、何曲か私どっちかいいですかとか。でどっちかといえばもう壮大な宇宙のような作品にしてほしいっていう会話をしたぐらい、うんうん、はい、その通り。今回のイメージはじゃあもう宇宙。あ、そうですね、はい、原曲の音のに収録されているイーラの方は、はいはい、最初インパクトの強い、ブレイクビート、ブレイクビーツから始まるんですけど、まあ、そこからオリガさんの歌声だったりとか、まあ、ナイの響きだったりとか、うん、で後半にエモーショナルが爆発する杉蔵さんのギターみたいな展開で、実はカオスのようでいて完成された作品なんですね、うん、で怒りというものを完璧に描き切ってる作品だったので、今回私がリミックスするにあたりどのようなアプローチにしたらいいかっていうのは結構試行錯誤したんですけど、うん、すごく難しい表現になっちゃいますけど、まあ、映画で例えるならイーラがブレードランナーだとすると、うん、まあ、ザ・ラストイーラに関してはブレードランナー2049 、うん、みたいな。ものすごく分かりやすい、そうですね、いわゆるオリジナルがあまりにもインパクトが強くて素晴らしい作品なので、そこから開花したというか、うん、ある意味対局であるあの性のイメージみたいのを、うん、描こうかな、うん、いわゆる争い事でこう戦争してるさなかがイーラだとすると、まあ、怒りが爆発してるイメージですね、うん、その後の戦争後の悲しみだったりとか、うんうんうん、虚無感みたいなものを作品の中で表現したいと思い制作しました。なるほど、すごい分かりやすい。イーラの続編ってことだね。そうですね。でイーラ自体、その楽曲を作ってる時自体に、まあ、僕がこの楽曲の基本の骨格を作り、アレンジを作り、それをアトルさんに聞かせて、このリズムたちをもっと腐らせてくれって話をしたりとか、腐食させてほしいとか、僕にとっては音の一粒一粒が生命を宿っていると、その生命がもっと痛がっていたりとか朽ちていく感じにしたいって話をね。あ、そうですね、杉蔵さんの作品に対するイメージっていうのはいつもディテールがすごくこだわっているので、まあ、質感をゴツゴツしてほしいとか、うん、いわゆる物質だったりとか、あるいはまあ魂の形だったりとか、うん、そういったものを、目をつぶって考えつつ、うん、ちょっとずつシェイプしていく、削っていったりとか、あるいは付け足していったりとか、まあ、あるいはもっと柔らかい物体、スライムとか、あるいは粘土みたいなものとか、そういったものをイメージしながら徐々に構築するような形です。その私の脳はやっぱりミュージシャンの方とはちょっと違う脳なので、そこは深く聞きたいなと思うんですけど、そういった物体のイメージだったり、こう人によってどういうイメージで浮かぶかはまた違うんですか？そこは共有がされてるのかなと思ったんですけど。あ、それは人それぞれ違う、やっぱり違いますよね、うん、ただとっても重要な共通言語で映画のような映像作品が基準になりますよね。アトロさんと僕は例えばその映画の趣味とかもとても近かったりするので、はい、そこでこの映画のこのシーンがねみたいな話で、うん、まあ、共通認識が一つ、なるほど、共有できればね、認識が共有できれば、うん、そこでとっても理解し合えたり、まあ、とっても抽象的なんですけど、そういうお互い作る音がとても映像的なので、はい、そこで共感しますね。その先ほどのイメージでこうくっつけたり、スライムのようなものがっていうのも、はい、こう今言葉にするとあえてそう、はい、だけれどもってことですね、いわゆる共感覚的なものだとは思うんですけど、はい、実はなんか生命っていうものは実はそういう鳴き声だったりとか、まあ、古くは音楽の前鳴き声とかだったりとか、そういったものでも反応するような、なんか本能的に潜在的に潜んでいるものかもしれませんね。うん、杉蔵さんは再構築されたこのザ・ラストイーラはお聞きになっていかがでした？僕はね、生命の根源に戻った感じがしました。続編というよりは太古の昔に引き戻された感じがしましたね。なんか
やっぱり破壊とね再構築ってつながってるんだな。破壊され尽くしてしまって新しい生命が生まれる根源にいるようなそういうイメージを、まあ、壮大な宇宙ですやっぱりね。生命力感じましたよ。でもその生命力は死を持って初めて、なんていうのかな、表面化する、だからやっぱり死なんですよまずは。でも死というのは終わりなんじゃなくて新しい扉なんですよね。そういうイーラからザラストイーラにつながるイメージってのはそういう、そうですね、その生命やなんていうのかな、有機物の精神にまつわるような、そういうところから結構太古だったりとか、トライバル的なイメージっていうのもかなり浮かびました。なるほど。あと、イーラの原曲の場合ですと赤いイメージだったりとか、まあ、オレンジだったりとかが多かったんですけど、どちらかというとザ・ラスト・イーラの場合は青い配色を、結構青だったり紫だったり、そういった配色を入れるようにしました。それはいわゆるあの静の表現、静かな表現ですね。で多分そのリミックスした時の私の心情風景とも多分オーバーラップするとは思うんですけど、自然と作っていくうちにそのような形になりました。うーん、やはり音のスタートであるその怒りの色味がやっぱりオレンジとか赤とかそういったものから鎮静化して少し色が変わっていくっていう、マグマみたいな、マグマでしたね、噴火口みたいな感じですよね。うん、そこから変わってきた。この子が邪魔だな、はい、バトンタッチといいますか、はい、あ、さあ続いて畑健さん、はい、ザ・エタニティ・ボヤージュですけれども、これは畑健さんはまずどんなイメージを持たれてますか。そうですね、僕も宇宙のような仕上がりで、あとはあのモジュラー申請を使ってっていうのが杉蔵さんからのあれで、はい、特にあんまりそれ以上はご要望があんまりなかったですねモジュラーシンセを使ってっていうのが特に一番のあれだったと思うんですけど、あとはまずこの曲をやってくれっていう方ですね、はい、もう畑健さんもこの曲だったんです。そうですね、僕はあのリミックスをお願いするってことだけは早めに聞いてたんですけど、いっぱいある中のどれだろうなと思ってたら、まあ、割とまさかのボヤージュ訪問だったんですけどでもまあそれはそれで一つもう想定もしてたんで、もうその時点でどう仕上げようかなっていうのがあのもうすぐ決まってて、でまああの元の原曲がまあいう感じの一通り、あの曲はあれ毒っぽくはないですよね。毒あの曲は音全体のイメージでさっきお話ししてたのに比べると、あの曲は浄化ですね、逆に言うと、その怒りの旅を続けてきた音ってアルバムの最後の浄化の一曲、はい、でもともとあの曲はあのいつも言ってるんですけど、難民キャンプにいる時に生まれた曲で、あの魂の、帰結する場所を求めて旅する、まあ、そういうイメージの曲だったんです。もともと難民の皆さんがいつか必ず故郷へ帰れますよね、戻れますようにっていう自分の、まあ、願いから生まれた曲で、祈りっていうからね、なのでボヤージュホーム、その故郷への旅なんですよ。で、もともとは本当にアコースギターとピアノだけの曲、そこに波の音や難民の子供たちの声が、はい、でこのアコースギターをモジュラー申請にサンプリングして入れるジット欲しかったりとか、そこからなんていうのかな、あの七変化させてもらいたかったんですよね。僕のイメージとしてはあの曲を聴いた後に、はい、割と瞑想的な心地で全部聴き終わった時に自分がどんなところに行ってるかなっていうのがイメージがもうすでにあったんで、それをそのまま音にしようっていうことで、簡単に言うとこの次元ともう一つ上の次元の音だけをこの次元の音を抜いた場合どんな感じかなと、まあリバーブの成分だけみたいな感じのイメージでのところをエッセンスとしてまとめられたらいいんじゃないかなっていうのがあったんで、すげえそう感じました。なるほどだからもともとは肉体だとする、もともとの楽曲がね、はい、でじゃあその次のいろんないわゆる霊的な次元がある、肉体と霊的な次元の間にエーテル体があったりするじゃないですか、そのエーテル体の部分だけを取り出した楽曲なイメージがあるんです。ああ、そうですね、それはリバーブ成分だけだったりエフェクト成分だけだったり、その音そのもののいわゆる原音がないなんですけど、音がその次のレベルに移行しようとしてる段階、エフェクトってそういうものじゃない、そのままなんかなんていうのかな、次元に溶けていくような感じじゃないですか、リバイブやディレイって。そうですね、まあ、それが僕のとても好きな理由かもしれないですけど、
まさにボヤジュホームのエーテル体バージョン、エーテル体がその宇宙に、はあ、あの戻ろうとしている状態を捕まえたような、そういう楽曲のイメージですね。畑健さんはやっぱりこの音というアルバムの中でこのボヤージュホームは最重要な曲だっていうふうに、ね、うん、インタビューで答えられてましたけど、はい、そうですね、はい、そういうふうにも感じていましたし、それはまあ逆に杉蔵さんからもそう聞いてたんで、うん、まあでもその部分なんか迷いもなくあの形にすぐたどり着いて、割とすぐリミックス出来上がってお送りしたようなイメージがあります。畑健さんが一番早かった。早かったですか。でもともとはね、うん、あのちょっと話の経緯を説明すると、はい、音をリリースした直後ぐらいに畑健さんと僕は知り合ってるわけ、モジュラカフェ で、ね、初めてモジュラカフェっていう、そのまた今度説明しますけど、モジュラーシンセの会またやりましょう ね、 そうですね。モジュラーシンセアーティストたちがこぞって一つの、まあ、カフェというか、あれはバーというか、そうですね、もうみんな正座して集まって正座でみんなで音を一曲10分ぐらい演奏し合って、終わったらみんな拍手する、うん、その素晴らしい会なんですけど、そこで集まった仲間って結構多くて、でも あのアンダーグラウンドのあの地下のもうタバコ臭くて息もできないようなバーなんですけど、あそこがもしかしたら日本の、いや世界の最もあのとんがった音楽の、うん、縮図かもしれないと思いますよね。そうですね。でそこで出会ったんです。で意気投合して、でリミックスしてもらいたいと。でそれが2017年の夏ぐらいにリミックスワークを送ってもらって、しかも 2,3 曲送ってきてくれて、こうどんな感じがいいですか。どれも素晴らしい。これは素晴らしい。ぜひ今ちょうど新しいアルバムを作ってるんですけど、一緒の作業をしたいんです。しませんかってオファーをしたら、はい、その作ってるアルバムがワンネス M で、結局ワンネス M で何曲も。畑健さんとコラボして、そっちの方がこのアルバム先出ちゃったんですけど、もともとはこのリミックスがきっかけで畑健さんの曲が音を作り始めた。先だったんですね、こっちが。だからそのワンネス M は畑健さんは初めて僕と一緒にコラボしてくれて、でその前のアルバムですごく意気投合したアトロさんにまた参加してもらい、何年も一緒に活動してるマッチョ君も参加してもらいっていう、なんかどんどん強力なクリエイターがなんか、徒党を組み始めているというか、本当にお互いのこう磁石の、ね、S とみたいにくっついてこうどんどん集まってる感じがしますけど、ね、でそう考えてみたら畑健さんとマッチョ君はそのトランスの世界で古い付き合いだったり、はい、で畑健さんとコウタロ君も古い付き合いですよね。そうですね。そうなんですか。だから同じイベントに出てたりとか、実はみんなサイケデリックトランスでつながっていた。本当ですね。で多分僕らはその時は知り合ってなかったけど、アトロスさんもね、もともとルーツとしてはそこですよね。そうですね。元はもう一番そこにあります。だからトランスで活動していた、トランスをルーツを持つクリエイターが今2020年近くになって、いろんな枝葉に分かれていって、多様な音楽に分かれていって、今があるんですけど、またここでまた別の次元で一つになったような、輪廻を繰り返している感じがしますね。面白い。他のリミキサーの方もそうですもんね。そうですね。システム7とかみんな。システム7はもうその総本山です。そうですよね。コアとかね、うん、そういった方、ね、で今回はあの参加はなかったんですけど、まさにそこの帝王の一つがジュノリアクターですし、もともとリシャード・デバイもそうかしら。まあ、ちょっとトランスではないですけど、はい、まあ、ワープ側は、ね、ワープ側で今回リシャード・デバインとやっぱり僕大好きなあの辺ワープのアーティストというのはまた新しいテクノを90年代になんか提示したような、 IDM って呼ばれてるジャンルですね。 IDM なんですね、はい、でもともと僕はそのゴンゲがやっぱり FX Twin なんですけどね、はい、FX Twin はまさしく IDM で、まあ、大手化だったりとかもそうなんですけど、大手化も素晴らしいですよね。 IDM っていうのはインテリジェントダンスミュージック、なるほど、だいわゆる EDM って最近ありますけど、 あれとはまた違うんです。真逆だね、多分ね。そうですね、考えるテクノ、はい、考えるテクノというジャンルから、まあ、リチャード・デバインさんとかも、まあ、その一杯になります。あ、今回参加されてるリチャードさんはそっちの方々なんですね。で同時に僕のもう一つの彼の重要性としては、そのユーロラックモジュラーシンセの新世界の、まあ、リーダーの一人ですよね。そうですね、リーダーの一人ね、アイコンのような。さあ、そして増田さんは、はい、プロキシマケンタウリ B になりますね。はい、はい、今回どんなイメージで
まあ、イメージ最初 の, あのオリジナル曲も一緒あの共作してたので、まあ、その時に最初、まあ、作ったものがあったんですけど、杉さんからネタをいただいてまた戻したものがあったんですけど、はい、それがちょっとかけ離れてた部分が僕なりにこんなんどうですかっていう、まあ、提案のつもりで出したら、これはリミックスに向いてるんじゃないかなって話になって、でその曲をまあ膨らましていったっていう経緯ですね。そうですね、はい、あの僕が原曲を作って、それをマッチョ君にちょっといろいろいじってみていつもやるんですけど、帰ってきたらすごくかっこいいのが帰ってきたんですけど、全然イメージが違ったんですよなるほど、そういうこともあるんですね。そうなんだけど、はい、今回のアルバムでオリジナルアルバムでやるには全然イメージが違うんだけど、すげえかっこいいからこうリミックスでやろうよって話になって結果的に正解でしたよね。そうですね。で今回 B になったわけですが、で、まあ、あの元々プリスクマン系って曲名がね、あの近年発見されたその、はい、我々の太陽系から一番近い太陽系、うん、でそこに、はい、あのハビタブルゾーンっていうね、その水や地球、今の地球、我々の地球のように水や酸素が、あのなんていうのかな、共存じゃなくて水や酸素が、うん、あの存在することができる、うん、そういうエリアがあってね、うんうん、銀河系、はい、太陽系の中に、はい、それがハビタブルゾーンって言うんですよ、はい、で我々の太陽系の中ではギリギリ地球から火星ぐらいなんですよね、うん、で大体太陽系の中のそのエリアに地球のようにその岩石でできてある程度の大きさがある惑星があれば生命の存在がすごく可能性が高まるんです。うん、で地球にそっくりな星がすでに見つかってるんです。それがプロキシマケンタウリっていう星系のプロキシマケンタウリ B っていう星なの。なるほど。なので元々の曲名は太陽系っていう曲名なんです、はい、でリミックスの曲名は太陽系の地球っていう曲なの。太陽系第三惑星みたいな曲名なんですけど、それは楽曲のインスピレーションとは全く意味がありません。はい、そうなんですね。宇宙は宇宙なんですね。そうですよね。その中の赤色惑星を名前にしたっていう。なるほど。それでいい。本当ですね。どっちも聞いたり、うん、あの声に出して言いたくなる。この曲がいわゆるあのもともと基本トランスをイメージしたんですけど、はい、かなりバレアリックでしたな感じをイメージして、うん、なんか。レイブやパーティーで早朝に聞きたいようなさ、これからだんだん日が明けてくる、そういう太陽が上がってくるようなイメージで生まれた曲で、踊りやすいようでこの曲はずっと5拍子が入ったりするので、踊りにくいようででも踊りやすいんだよ。そうですね。で近年このリミックスバージョンじゃなくてオリジナルバージョンライブでやり始めたじゃないですか。それはなかなかいいですよね、多分。まあ、ブレイクのピアノはその太陽が昇るイメージっていうのは、ね、そうですよね、浜田さんについてそういうイメージもあって、マッチョ君とだから作り始めて最初に作ったのがメサイアなの で、ね、あれが2010年、じゃあ違う2009年、来年で10年だよ、ね、あ、そうですね、あ、来年10年、あ、じゃあ結構長くもう一緒にやってらっしゃいますね。そのマッチョ君と最初に音を、はい、コラボレーションした時はまだ出会う前で、ただデータ上でオファーをしてリミックスを昔お願いしたとこから始まって、そこを入れるとオファーしたのが2002年なんですよ。そうですよね、最初のそんな前でしたか、うん、それが実はドゥーファンクダンスの元になってるんですけど、はい、あらららら、もう16年ぐらい。そうですよね、うん、長い長いですね、そう考えると長い付き合いで、ね、実はもともと町内会同士の仲間なんでよく飲んだり。そうですか。あのよくそうだ、言ってたかも、うん、そう、よくあの家族ぐるみで、はい、あの屋形船とかやるような仲ですね、ここは。あと大江戸温泉仲間だったりするね意外なつながりがありましたね。そうですね、はい。渡辺さん、他のあのリミキサーの方々のこう、はい、ブッキングは、はい、もう、まあ、それこそ長いトランスで、宇多摩さんも2002年頃からの僕のリミックス、はい、あのつながりだったり、そうですよね、あとこの中で一番古いのは実は藤巻さん、藤巻さんで、藤巻さん、はい、うん、マイナスソフトバレー時代からだから、それこそもう25年来の付き合いの90年代初期からの、うん、まあ、仲間とか先輩でね、
まあ、当時すでにソフトバレーは最高にかっこよくて、はい、あの時代はそのセンスやスキルは群を抜いてましたよね。で僕大好きで一緒にツアーをしたり一緒にコラボレーションするような仲間でした。であと僕的にすごくまあ感無量なのがもう中1の頃からとっても影響を受けてきた YMO の第4のメンバーと言われた、まあ、YMO のまあシンセサイザーサウンドのまあ要だったあのロジックシステムこと増武秀樹さんが参加してくれたこと、はい、増武さんがそれはおそらくシンセサイザー界やデンション学会ではすごく重要なことだと思うので、要は畑健さんたちそのシンセ今 の, あの第一線で活躍しているアナログシンセサイザー使いのまあ応募中の応募です。一番最初に影響を与えてくれた方かもしれないです。でもちろん日本のシンセサイザー界の本当に総本山は亡くなってしまった富田さんなんですけど、はい、富田さんの一番弟子と言われていた増武さんが富田さん亡き今やっぱり日本のシンセサイザー業界のもうトップオブトップですね、の方があ喜んでやるよって言ってくれたのがすごく嬉しくて、でまた感動的なのが増武さんは僕がそこに気づいてくれることをねちゃんと なんとかな察知して作ってくれたんだけど、節々で実は富田サウンドがね隠されてる、節々で実は富田さんを彷彿させるようなアレンジの持っていき方やシンセサイザーの音の鳴り方があって、そこで涙しましたっていう話をしたら分かってくれたら嬉しいねって言ってくれるようなものすごくお手紙のやり取りしてるみたいな、とっても愛にあふれた方で、あと同時にシンセサイザー界でとても重要な黒さん、はい、黒さんも実は畑健さんと同タイミングでモジュラカフェで出会ったとか、モジュラカフェのまあ主催者ですね。あ、主催黒さんなんですね。で素晴らしいの彼は彼でまた本当にあの記載中の記載でね、自分でシンセサイザーを作る人なんですよね、うん、ブックラっていう僕らの憧れのルーツのシンセサイザーがあって、それはなかなかもう入手するのは難しい。ブックラをもういわゆる回路基板を入手して自分で作っちゃう人で、彼が自作のいわゆるブックラクローンで演奏する楽曲が本当にかっこいいし音も良くて、で今回お願いをしたらとことんまでダークなあの地を這うような地獄絵図のような楽曲を一番自由にやってる感じ、そうそう、もう10分近くもうあの地獄から抜けれないみたいな、まあ素晴らしい楽曲を、素晴らしい楽曲、すごい好きなんです。素晴らしい、リチャード・デヴァインさんからその流れがすごく、同じ曲ですもんね、そう同じ曲をここまで違う解釈する、でこのいわゆる地獄を垣間見るような、でもやっぱりそれこそ生命の根源を見るようなイメージっていうのはアトルさんのザラストイーラと僕つながるんですよ、ね、あその通りだと、うん、今回興味深いのが皆さん割と好きなように自由に制作したのに、うん、あのお互いの作品が反響し合っているようなその通り、そうだからあのこっちでなんかこっちで例えば音を鳴らしたらこっちで反響し合っているようなすごい奇跡的なリミックスアルバムだなって、うん、それは嬉しいのがだからこれはおこがましいけど僕の音楽がハブになってるんですよみんなの、うんうん、ハブになってみんながそこを基軸に好きなようにあの表現をして、結果的に1枚のアルバムだったらすごくまとまってると思うんですよね、うん、それがとっても気に入っていて、で最後に畑健さんが天井の世界に引っ張ってくれる、うん、だからアトロさんとクルさん地獄担当で畑健さん天国担当ちゃんとなんか入り口があって出口があってっていうか、はい、ちゃんと返してくれる、うん、そうですね、うん、まさに、うん、そして最後に重要なのがクラークですね、はいうんはい、でクラークは先ほど話に出たワープレーベルの、まあ、近年僕が一番好きなアーティストなんですけど、この 5,6 年とっても好きなアーティストで、あのリミックス素晴らしいアーティストなんだけど、この 4,5 年はリミックスもやってなかったんだよこの人、一切断ってたんだけど、あの音源を送ってご了承したら気に入ってやるよって言ってくれて、その交渉も本当にコウタル君頑張ってくれて、はい、一番大変でしたね。あ、そうですか。このアルバムがこれだけ発売を送るとなクラークのせいです。あそれは交渉の段階でも大変だったんですか。交渉っていうか、まあまあ自由なんでしょうね、はい、で自由アーティストは大体本人と直で行くんですけど、クラークだけはマネージャー通してじゃないと話ができない状態だったんで、まあワンクッション空いちゃうんです、まあ、時間もかかっちゃうっていう、うん、でなんか他の作業も彼自身の作品も作ってたんで、それが終わってからじゃないとできないっていうのもあって、でもそれでも待つ
っていうんで交渉そのまま続けて、うん、あの一応いついつまでにあげるよって言ってくれてはいたんですけど、そこから大体 3ヶ月ぐらい、ね、あらま、結構経ちましたね。イギリスのアーティストは比較的ドイツのアーティストはさっと真面目なんで、結構日本人に科学地区近いってドイツの方で、ね、でもシステムセブンの2人は別、あ、別でした。 彼らはそうですか。だからシステムセブンのお二人ともう近年ずっとコラボレーションをしてとても心地がいいのが、お互いちゃんとしてるからなんですよ。あ、人として信用できる、うん、ね、やっぱりどんなにすごいアーティストでも約束から半年1年ね、ずるずるやられちゃうと、まあそれでも耐えるけど、うん、モチベーションがなかなか上がらないですよ、うん、オファーしてる側としてはそうですよね、うん、システムセブンと僕はそれがものすごくスムーズにもこの10年ぐらい仕事ができている、うん、で音の基準として杉戸さんがこうシステムセブンのアルバムの音をこう軸にしてるんで、今回のリミックスもそのシステムセブンの、マスタリングをしてるマスタリングエンジニアにお願いしたいっていう、ね、そこもイギリスのマスタリングエンジニアにお願いをして、そこのやり取りもずっとやって、それは音もそう、はい、あの音のオリジナルですね、はい、だそのマスタリングのコーディネートも全てコーディネートがやってくれていて、あのシステムセブンの日本 の、 あのエージェントでもあるのでコーディネートが。エージェントではないんですけど、レーベルか、まあ、レーベルと、まあ、システムセブンのここ10年、15年、もっとか20年近く日本に来た時の撮影ずっとやってたりとかっていうんで、彼らも新しいアルバム6月の日本は6日になるか出すんですけど、そのアルバムのジャケも僕のも素晴らしいいただけたりとか、ね、しかも共演しますよね、システムセブンと。あ、そうですね、イベントとしては、ね、それいつでしたっけ。あと今度、あ、今度それはなくなっちゃったんですけど、あの、あ、僕の視点はなくなったんですけど、あ、そうですか、この7月ぐらいにやると思いますけど、余計なことにしてくださいわかりました。どうなんです、予定してたんです。それ聞かなかったことにしてください、ね、そうだから、そういう奇跡のアルバムがね生まれたので、はい、これは単なる僕にとってはリミックス作品じゃなくて、うん、まあ今一番新しい、一番自分が表現したい杉戸音楽作品としてもうすぐ一般に生まれるので、はい、とてもコアな、とってもパーソナルな音楽ではあるんですけど、ぜひ電子音楽としては自分でもおこがましいですけど、最も世界の中でも誇れる作品になったと思いました、ね、いや、私は電子音楽作ってる方々、あるいは全音楽ファンに勧められるというか、今日もずっと聞いてたんです。だからこの流れから、このアーティストさんからこのアーティストさんの流れがすごい、もうそれ自体がストーリーテリングされているというか、うん、一つのリミックスアルバムなんだけど、一つの何だろう、芸術、総合芸術作品みたいな形になっていると思うんですけど、私でしたら例えばクラークさんとかは逆にライブ見に行ってる側だったんですよ。で、畑健さんとかはモジュラーフェスで逆にあの 学んでいる立場だったので、そうですね、だみんなが一つに、そうですよね、そうですね、みんなの縁が一つになっているアルバムだと感じます。それは素晴らしい。杉戸さんがさっきハブにしてっておっしゃってましたけど、まさに、はい、さあではここでですね、アトルさんが制作されましたザ・ラスト・イーラの映像をご覧いただきたいと思います、ね、アトルさんがね、すごいこの作品が気に入ったってなって、ぜひ映像を作っていいですかっていうわけ。え、マジですか、本当ってなって、はい、アトルさんがもう全てを受け負ってくれて、それこそもう愛情と絆で作ってくれた、うん、アトロスムービーをぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。すごいですよ。じゃあラストイーラです、どうぞ。
さんが制作されましたザ・ラスト・イーラ、映像もご覧いただきましたが、配置がちょっと変わりまして、もうね、音が出せるようなスタンバイにこれはなっているんですよね、多分ね。音出せます。出せますね。せっかくね、はい、メンツが集まったから、なんか適当にジャムれればいいなと思って、やった。ここで即興でここだけのネーション楽を、
終わった。終わらない。終わらない。スケボーと同じでね、止めるのが難しい、ね、終わるのが難しい、ね、テンションをどう上げていいか。なんとなくこういうことが起きるわけです。音を出す人が集まると。これでもボイスパーカッションとモジュラーシンセっていうのは実際初めてです。初めてですか。相性がいいよね。いやー、いろいろちゃんといろいろあれしたらもっと面白くなりますね。すごいですね。私自体モジュラーシンセ大好きなので、今回あのセッションできて光栄ですし、で杉蔵さんともコラボレーションできて、一緒に演奏したの初めてだっけ。あ、初めてなんですよ。生で、生で、そう、今までありそうでなかった。レコーディングではね、いつもやってるけど、ありがとうございます。だから今日まだノンエフェクトでしょ。それでディレイ関係使ったら絶対面白いよね。あ、そうですね。逆にあのダブ演奏みたいな、ダブのドラミングみたいな感じですね。ぜひまた続きやりましょう。いやすごい。ありがたい。ここから音が出るんですか。じゃあ次こうしようか。じゃあ一回それを踏まえてもいいかみたいな。いわゆる赤ちゃんの中、胎児の中みたいな、生命の表現として、お母さんのお腹の中の、今回キック、喉キック、はい、喉キックを使わせていただきました。ボイスパーカッションでアトロスさん、はい、で、このねゼロ酵素という新しい武器を使って、あ、これ新しいですね、新しいね、モジュラー審査なんですけど、はい、モジュラー審査の入り口で特徴としては、マサさんどんな特徴が。セミモジュラーといって、いや、面白いと出ますね。あのメイクノイズって僕らがすごく大好きなブランドのものなんですけど、はい、でこの畑健さんのメインシステムはもう、はい、日本のモジュラー新世界の中ではカリスマシステムですね。そんなこと思わないですけど、もうこれ多分よりで見たい人いっぱいいるでしょうね。見れないですか。絶対に見れない。これキーブルしかなくなるちょっと今難しい。あ、でも今そうですね、映ってますけど、これが畑健さんのメインシステムのカリスマシステムで、うん、僕は今日はフラクタルという、あの、はい、もうギターはこの 2U のプロセッサーだけですね。でこれがいつも使ってるあのモーグのマザー32というモジュラーシンセ、この辺のものを使って、はい、あと初めて見た機材がありました。杉蔵さんが使ってらっしゃる、あれってこれ、あ、いや、その下に置いてあるリモコン、これ定規みたいな、これリモコンって、これでもいつもライブで使ってますよ。それが近くで見たのが初めてだっただけでした。それすごい好きです。ライブだと遠いので、どんなものかが分からなかったんですが、これなんですね。でした。うわー、面白かった。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。というか、かなりこれでも1時間ぐらい押してるみたいなので、あ、もう、はい、はい、ちょっと。ということで、じゃあ、はい、座ります。強引にゲストの皆さんには帰ってもらいましょう。あ、本当ですか。じゃあ、このまま。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい汗かいちゃった。そうですね、やっぱり。そうしてたので。さん、松田さん、そして畑健さん、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、変な状況で、これ。このすごい、この DIY な感じで。本当ですね。こんな感じで。うわー、ちょっと興奮しました。エキサイトしました。うん、かなりサイキデリックな。こうやって作るんだという。あの、私も最近モジュラーシンセ好きで、ちょいちょいライブに出かけたりするんですけど。やってみたらどうですか。やっぱりかっこいいですよね。かっこいいですよ。これね。だって、まだ、もう俺なんかこんだけのちょっとしたシステムでしかないから、いや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 、はい、すごかったということで、はい、ということで、スイッチの音、今の杉蔵を最も体現した素晴らしい作品になったので、はい、ぜひ皆さん、あの、お買い求めください。そうですね、5月29日にリリースになりますので、ぜひお買い求めください、はい、はい。そして5月29日というとルナシーの武道館も、はい、ございます。ちょっとルナシー話にじゃあ話をして、はい、もう毎年皆さん楽しみにされていると思うんですが、もう明後日ですね。そうですね、まずツアーとしては23日24日松戸の、振り替え公演をもって一旦ま終了という形になりましたが、はい、はい、もう先日あのお邪魔しまして、松戸ありがとうございます。まあ、興奮しました。とりあえずインフルで倒れちゃったのでね、はい、あのちゃんと振り替え公演があの達成されて、しかもすごくいい内容だったので、うん、あの本当に感無量で、みんなに超感謝しているのと同時に、やっぱり来れなかった人がいるので、それは本当にごめんなさいと、あの、心の中から思っております。ごめんなさい、はい、超いい内容とおっしゃいましたが、はい、本当にそうでしたね、はい、素晴らしかったです、まあ、今、うん、なんか自分で言うのも おこがましいんだけどね、ここに来てルナシーがあのどんどんまだまだ進化している実感がある。なんか来年で30年なんですけど、
変な言い方だけどまだ青春真っ只中みたいな、真っ只中みたいな、そんな感覚なんですね、自分だとしてはね、はい、うん、なのでまだまだバンドとしてやりたいことがある、まだまだ作りたいことがある、まだまだ行きたい先がある、それが、まあ、無限な旅路で気が遠くなるんですけど、うん、でもこの年にしてそれが思えるっていうのはまあありがたいことなのかなと思ってます。すごいこの間の松戸の公演、私1日目拝見してて、うん、ものすごくエモーショナルな気持ちになったし、うん、皆さんもそうなんじゃないかなって、メンバーの皆さんもなんかこう熱いものがたぎってるライブでしたね。熱いものたぎってますよ、ずっと、うん、ね、うん、その熱い日はね全然消えない、不思議なもので、うんうん、なのでこの熱を持ってそのまま武道館まで、武道館まで、うん、突っ込みますよ、はい、もうなんか落ち着いてらんない、うんうん、このなんていうのかな、燃えたぎるこの感覚をね自分でもう抑えられないというか、うんうん、やればやるほどステージで爆発したいし、そのままなんか自分がもう行ってしまいたいというか、うん、もうこのまま命果ててもいいやと思う気持ちにいつもなりますね。すごく変な話ですけど、はい、あさってですね、うん、5月29日日本武道館ですが、はい、ユナシーのラブツアーの集大成を皆様にお見せしようと思います。ラブツアーファイナルでございます。ぜひ、はい、ご期待ください。はい、はい、さあそしてはい、もうこのままお話し続けていきますけれども、うん、はい、6月23日24日はいよいよ2度目となるルナシー主催のフェスです、はい、ルナティックフェスト2018、はい、2年ぶり、3年ぶり、あ、ごめんなさい、3年ぶりになるのか、うん、ね、数えると、あ、3年ぶりですね、3年ぶりになりますか、はい、前回は、はい、あのもう完全にルナシーのファミリーツリーがコンセプト、うん、うちらが影響を受けてきた、ね、大好きだった先輩、うん、ね、お世話になった兄貴たち、うん、で90年代から同じ時期を駆け抜けてきた戦友のような同志たち、うん、そしてルナシーに影響を受けたと、ルナシーが好きだと公言してくれている、はい、あの後輩たち、そういうルナシーというその一つのセンス、うん、一つのルナシーという DNA をハブにしたファミリートリー、まあ、いわゆるルナシーマンダラだったわけ、はい、相関図書いたら書いてある方みんな出てますみたいな感じでしたね、うん、そんな感じなんです。そういうとっても、うん、なんていうのかな、人間関係や、うん、やっぱり DNA を共有し合ってる仲間が集まった、はい、それはそれでとっても日本のシーンにおいては稀有なイベントだったと思うんですね、うん、そうでした、うん、で今年はそれと同じことできないなと、なぜかというと同じメンツになっちゃうから、そしたら、うん、今年はまた、うん、趣向を全然変えて、もう単純にそのつながりがあろうとなかろうと、僕らと単純に僕らがかっこいい、僕らが好きだ、出てほしい、はい、対バンしたい、そういうアーティストだけを集めました、うん、今回は、うん、そのブッキングに関してはじゃあ誰がどこを担当でこう、まあ、アイデアを出し合ったんですか、うん、メンバーそれぞれあのつながりあるところは直接、はい、あのオファーをさせてもらい、つながりがないところはもちろん今回はマネジメントを通して、うん、ただ本当につながり合っていることは俺らがかっこいいから出てほしいと思ったアーティストだけですね。そういう意味で言うとあのファミリートリーではないんですが、ルナシーが惚れたバンドたち全員、はい、ルナシーが惚れ込んだアーティストたち、あ、今ラインナップ出てますけれども、うん、こういう内容になっているの で、 そうです、ね、やっぱり一見いつも言うんですけどジャンルカテゴリーという意味では、うん、もう尻滅裂ですね、うん、でもそこにはもう表面的なそういうカテゴライズ、うん、は度外視してもらって、はい、より音楽の、うん、深いところ、もしくは意識や精神面でつながり合ったり影響を受け合ったりするアーティストが集まったと思ってくれればいいので、まだもちろんやってないからわからないですけど、実現した後はこのメンツが集まって一つのフェスを構成するってことがすごく真っ当だし自然な美しい流れになるんじゃないかなと予想はしています。
で今回もやっぱりルナシーとして朝出て、そして夜 CY として、そうですね、ね、CY として眠くて辛いんだよねそれだけがちょっとね気が重たいんですけど、気がかりなところもありながら、まあ、やるならちゃんとやります、はい、であといろんなところにセッションやっぱみんな登場したいと思いますし、はい、あのこのルナフェスでしかありえない、うん、あのいろんな場面がまた実現されると思うので、うん、ぜひあの楽しみにしていてほしいと思います。こんなフェスはなかなかない日本にはないと思いますし、ないです。まあ、これからどうなるかわからないけど、やるからにはこれを一つの、まあ、定番にしたいなと思いますけどね。新しいそのフェスや音楽のあり方のなんか提示をしたいなと思ってます、はいはい。今ラインナップご覧いただいたんですが、語り尽くせないので、ぜひあのこれ以降の杉蔵チューブでもまたご紹介をしたいなと、どんどん紹介していこうと思います、はい、思っております、はい。さあ、そしてお時間が間もなく10時ですね、はい、そろそろアフタートークと参りたいと思いますが、その前に杉蔵さんに関してお知らせをいくつかさせていただきたいと思います。いっぱいあるよ、はい、いっぱいあります。まずはやっぱりこちら、今日集まりいただいた皆さんも、はい、リミキサーとして参加されています音のリミックスアルバム、スイッチトーン音、はい、5月29日あさってリリースとなります。あさってリリースとなります、はい、ぜひこれは現在の杉蔵を最も最も表現した本当に自信作というか、自分が今まで、出してきた作品の中でも最も単純に好きかもしれないアルバムなので、ぜひ手に取ってもらいたいと思います、はい、先ほどおっしゃってましたが、やっぱり想像の泉になるところがここのリミックスにもあるので、今後の杉蔵さんの活動に影響を及ぼす刺激になっているんじゃないかと私も想像するので、はい、ぜひ君皆さんお聞きください。私も発売日に買おうと思います。いやいや、あのお渡しします。いや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 、もう聞きたいアルバムは自分で買うんです。素晴らしいそうなんです。ここにこうやって、はい、畑健さんのモジュラ申請に、はい、させていただいて、はい、モジュラ申請、ありがとうございます、はい。さあ、そしてこちら、デビッドボーイ YMO ほか数々のアーティストとのコラボでも知られます写真家すきたまさやすさんの撮り下ろしのドキュメンタリーブック、これもすごいですね。これが、はい、一般発売開始されました、されてます。もう子供の頃からすごく憧れてきたすきたさんとのコラボなので、はい、まあ、感無量、あのもう感謝の言葉しかないですね。すきたさんと言ったら我々ロックファンにとっては本当に神様みたいなカメラマンなんで。そうなんです。僕が最初に買ったレコードもすきたさんがジャケットでしたし、もちろんデビッド・ボーイ、マーク・ボラン、イギー・ポップ等で世界的有名な方なので、そうですね、すごいです、ね、これあげます。いやーわーありがとうございます。レイラさんにあげました。すいません、すいません、大事にしますこれは、はい、なのでぜひ、この前は写真展もずっとパルコ、ギャラリー X で行われてますね、うん、はい、そうですよね。でこれもまた僕の新しいアーシャが、これはあの杉爪の、写真じゃなくて新しいアーティスト写真、アーティスト写真、はい、はい、です。こちらもすきたさんが撮られているということですね、はい、はい。そしてこちら6月3日代々木公園にて開催されます、はい、エコライフフェア2018に杉蔵さんご出演ということで、はい、はい、さかなクンと一緒に出れると、いや、あ、さかなクンに会いたいと思ったら日にちが違ったんだよね。さかなクンさん別の前の前日ですか。そう、だからお会いできない。まあ、あの再生可能エネルギーに関してはもうずっともうかれこれ15年近く僕が動いてる、うん、案件でね、はい、まあ、近年本当に注目されてきていて、あの僕らの生活にもとってもあの身近なものになってきた、うん、そうですね、やっぱりその意識をもっと伝えたく、どんどんあの派手な活動も地味な活動もどんどんやっていきたいと思っているので、はい、あのとても大切な話をしますので、昼間ですがぜひ皆さん足を運んでいただけたらありがたいです。もう近年はライブのステージでも水素エネルギーを使ったりもしてますし、その水素エネルギーを動くにあたって中心となってくれている方とトークをしますので、水素、再生可能エネルギー、その他の今後 あのやっぱり社会を担うとても重要な部分についての濃い話をしたいなと思っています、はい、
改めて6月3日、お時間は14時から14時45分ということになりますね。早いな、お昼です。ちょっと早いです。はい、ぜひお出かけください。よろしくお願いします。そしてこの後もう1時間切りました。10時57分からテレビ朝日系カンジャム完全燃焼に杉蔵さんご出演。もう私録画してきました。本当ですか？はい、あの実は舞さんも仲良くてですね。あ、本当ですか？そうなんですよ。津野舞さちゃん、赤い公園の、あと久志さんもね、グレーの久志さん、久志はもうずっと長く一緒に活動してる弟分みたいな存在で、はい、この3人でね、あのカンジャム出たんですけど、本当素晴らしいのが、はい、いわゆるバラエティのもう枠では到底捉えられない、本当に音楽を真摯に、なんていうのかな、切り込んでいく番組でね、あの番組素晴らしいですよね。びっくりしましたね。で、患者にの皆さんは実はちゃんとバンドマンとして優れているのね、はい、一緒に演奏させてもらってびっくりしましたね。で、僕は単純にそうあのね、イカダイオーが好きで、イカダイオーライフの NHK ライフのだからイカダイオー、それもあって嬉しかったです。なるほど。なんというか難しいなと思ったのが、結構ねトークをしながら演奏するんだけど、はい、あの中でちゃんと自分のちょろっとした演奏が思ったように表現できなくてね、結構そうだな、悔いが残ったらもっとちゃんとやりたかったな。例えばっていう、結構例えでゲストでご出演されてる方で弾きますもんね。それがね、あんまり自分が欲しい音が出なかったりとか、ね、それはちょっと悔いが残って完全燃焼したんですけど、自分はちょっと演奏不完全燃焼だったんですけど、でも素晴らしい番組だなと思って、そうですね、いつかリベンジしたいですね。でも今回ぜひ、ね、好評だったら次もあるんじゃないかと、ね、あれ結構企画としてちょっと角度を変えていろんなテーマでまた同じ方が出たりしますもん ね。で基本的にやっぱり音の求道者のつもりなので、求道者であり音のもう狂人なんですよ、音のなんか狂人、もう本当に狂人博士なので、もっともっと追求したいの、でいわゆる地上波でここまで話していいんですかっていうぐらい、はい、その自分の音の追い込み度、変態度を話ができるんですよね。でそれを皆さんへーって聞いてくれるの、患者の皆さんや、ライフ好きの僕としては塚地さん嬉しいし、ね、あと山本さんね、彼女はギタリストでシンガーでもあるので、でもちろんアルタさん、古田アルタさんはすごくものすごいインテリジェンスを感じるし、音楽好きですしね、古田さんも すごくね、あんなバラエティは初めて体験しましたし、素晴らしい内容になっていると思うので、はい、かなりディープなギタートークが聞けるということで、ぜひ皆さん、この後あと50分後ぐらいですね、お楽しみください。はい、はい、ありがとうございます。ということじゃないですか。さあ、ということでね、2時間くらいですね、記念すべき第1回目、1回目の想像を超えて30分押しですね。いやー、楽しかったです。1回目でしたけれども、ありがとうございました。ありがとうございます。もう次回が決まってるということで、これ言っちゃっていいんですよね。6月8日言っちゃっていいの？言っちゃいますよ。言っちゃった。言っちゃう。6月8日、6月は、今調整中なんですけど、はい、毎週にわたってルナティックフェス目指して、もう完全ルナフェス特集をやっていきたいと思っていて、なるほど、さっきのメンバーのご紹介も含め、なのでルナフェスに向けてちょっと一気にてんこ盛りでやっていこうと、はい、加速していきます。杉蔵チューブ、通称杉爪やだ、杉爪ってかっこ悪いよ。いやいや、ぜひ6月8日もご覧ください。皆様、初めての杉爪いかがだったでしょうか。どうでしたか。この後またね、ニコニコチャンネルでも、そうですね、ニコニコでも皆さんから あのコメントですとかメッセージ読ませていただきますので、今まで引っ込み思案だったんですけど、それを意識変革して自分の言いたいことをどんどんこうやって、動画やライブ配信で伝えていこうと思いますので、はい、ぜひ、長く続くかどうか分かりませんが、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
以上をもちまして杉蔵チューブ第1回目の放送ここまでと YouTube ライブはここまでとさせていただきま す。この後ニコニコでご視聴ください。アフタートークやります。ありがとうございました。ありがとうございました。